皆さんこんにちは。今回は近鉄特急に乗車してきましたので、そちらの様子をご覧ください。今見えているのは大和西大寺の車庫でございます。近鉄といえばね、特急が多いイメージですが、早速見ていきましょう。皆様おはようございます。鉄オリーチャンネルです。ただいまお見せしている映像はですね、大和西大寺駅ではなく大和八木駅ですね。大和八木駅は大阪線と、それから、近鉄の橿原線、京都から、南の方、橿原神宮前まで行く路線ですけども、そちらの方のホーム6番乗り場ということで、京都方面に行く列車に、乗車していくわけですけども、近鉄といえばやっぱ特急がメインとなるわけで、島風や火の鳥といった、有名どころの特急がありますが、今回乗車するのはですね、奥に見えております特急、22000系ですね。22000系、近鉄22000系の汎用特急に乗車していきたいと思います。こちらでね、終点の京都まで向かいたいと思います。こちら4両編成で到着しまして、全て指定席となっておりまして、エースということで ACI かなと書かれておりますが、ということで2号車ですね、後ろ側から2番目の席、2号車に乗車していきます。連結部があったりしますが、扉は外開き、早速中に入っていきます。そうするとですね、デッキがありまして、中に入っていくわけです。お客さんはですね、それほど多くなかったんですね。あまりね、帰省ラッシュということもありまして、人はいるかなとは思ったんですけども、そう対して人はいなかったです。島風とかになると人が多いのかな、そう思いますね。で、この列車は近鉄特急の、大和西大寺経由、近鉄京都駅ということで発車してまいります。向かい側にもですね、近鉄電車、近鉄特急ですね、あれは何だろうな、エースかな、分からないです。このようにして大和八木駅を発車、大和八木駅を、発車しますと、次に止まりますのは西の京都駅になります。なかなかね、停車して扉が閉まってすぐ発車したので、かなりスピーディーな乗車になりましたが、このようなマンションとかなんかがありながら、出発していくわけでございます。あまりね、特急に乗るような動画とかあまりお見せしてなかったんですけど、これはいつだっけね、1月の1日かな、乗車したはずです。そうですね、1月1日ですから、一番新年一発目の特急ですね、こちらが。そうしてるうちに、こちら何駅かな、ちょっと待って見ようか。大和八木を、出発すると、京都方面に向かうというわけで、大和西大寺に泊まるのかと思ったら、次はですね、西の京に泊まるということで、びっくりですね。ちょっと音が抜けてたんですけども、特急ですっていう表示がありまして、車内はそんなに人はいなかったかなと思います。This is a 近鉄 Limited Express かな。そうですね、Limited Express。意外とね、発車はしたはいいんですけども、やっぱ前のあれ特急というかね、普通列車とかの兼ね合いもありまして、少しゆっくりなったり、速くなったりみたいな感じでした。近鉄橿原線、発車してから、俵本かな、次俵本の辺りを通過するわけです。こちらはまた向かい側に、反対の近鉄ですね、普通電車ですね、こちらが確か俵本だと思います。俵本かな、そうですね、俵本駅、俵本は近鉄橿原線ですね。橿原線の他に、近鉄俵本線ということで、田原本線みたいに見えちゃうんですけど、田原本っていう地名なんでね、近鉄橿原線となります。この辺は、言ってみれば天理のあたりになるわけですね。でずーっと八尾から出発しまして、ここの駅が何駅かな、ちょっとね存じ上げられないんですけど、この辺の、川ね、
大和川のあたりから、ずっと田んぼや畑が多くなる、とこになってまして、今のが平畑通過かなと思います。で、平畑を、まあ、通過していくと、だんだん、住宅街が見えてくるようになりまして、もしかしたら、通過したのつついだったかもしれません。この辺りはですね、田んぼが多いイメージなんですけど、住宅密集地も、まあ、ありまして、田んぼ住宅密集地みたいな感じで、まあ、走っております。まあ、そんな感じで言いながら、もうすぐ近鉄郡山を通過する、そういう風になりますね。近鉄郡山駅は急行電車も止まる駅でありまして、特急電車は残念ながら止まりませんが、まあ、特急は西野京という駅に止まるんですけど、西野京実はですね、別に急行止まらないんですね。急行が止まらない西野京の駅なんですけど、なぜか特急が止まるという、まあその理由はですね、1月1日だったからかもしれませんが、まあ今日がなんていうんですか、1月1日なんで初詣のお客さんがいるから、もしかしたらこの薬師寺というものがありまして、まあ、薬師寺皆さんご存知の通りだと思うんですけど、この薬師寺にまあ向かう人、それから帰る人のために、まあ近鉄特急止まってるんじゃないかなと思っております。もしかしたら最初から止まってるかもしれません。結構ね、人気のっていうか、人気っていうのかな、まあ乗る人が多いでしょうから、この西野京に泊まります。まあ、薬師寺の他に、その北側にはですね、東照大寺といった、まあ、東照大寺っては東照大寺だっけ、なんか、あったり、またこのね、進行方向左側に、まあ、古墳が見えたりと、するわけです。ちょっとね、映してなかったんですけど、ここから西野京を過ぎまして、西野京過ぎるとね、もう間もなく大和西大寺に泊まるわけであります。近鉄を乗る上で、まあ、一番ね、多分皆さんが名阪間の在来線の、まあ、アクセス、まあ、新幹線には負けますけど、まあ、近鉄特急は名阪間ですね、まあ、になっていると言ってもいいじゃないですか。ということで、まあ、近鉄が大きなリードを占めてるわけですけども、まあ、日本で一番大きいと言っても過言ではありません。このように高速道路がありまして、高速道路かな、これは高速道路過ぎるとこのように、大和西大寺西大寺車庫があります。でもうこのようにね、あれがアナウンスがかかりまして、まもなく大和西大寺西大寺ですという案内とともに、まもなくこの列車大和西大寺に到着します。大和西大寺といえば、皆さんご存知の通りで、まあ、知らない方もいると思いますが、知ってる人が多いのではないでしょうか。日本一複雑なポイントがあるという駅で有名ということで、ここには近鉄の電車の他に阪神の電車なんかも止まっています。まあ、ここから早送りしていくわけでございますけども、たくさんのポイントを通過しまして、奥に見えるのは近鉄奈良線とこの複雑なポイントを合流しながら、大和西大寺駅に到着するわけでございます。大和西大寺駅はかなりね、確か 1,2,3,4 本かな、あ、5本ですね。線路が5本ありまして、ホームが3つあります。でその中で、上り下り、まあ、奈良方面に行くやつ、橿原方面に行くやつ、大阪方面に行くやつと、全て仕分けているわけでございますから、神戸三宮に直通する列車なんかも、まあ、ここで待避だったり、まあ、待避はあまり行わないか、振り分けられているという、ところであります。大和西大寺を、泊まっていきますと、もうあとはですね、丹波橋ぐらいしか泊まる場所がないですね、京都まで。で西側も、そんなに複雑ではないと言いながらも、まあまあね、ポイントがある場所になりまして、京都行き特急ですという放送ともに、近鉄奈良線とお別れしまして、今度近鉄京都線に入ります。この近鉄京都線、京都と大和西大寺を結ぶ路線でありまして、途中丹波橋や武田、地下鉄の乗り換え駅ですね、それから、新田辺ですねなどを、まあ、結びまして、大和西大寺から京都を結ぶ路線になるわけです。こちらの方はですね、あまりね、特急が飛ばさない区間になる場合もありますが、今回はどうでしょうか。もうね、夕方というか、まあ、冬なんで日の入りが早いわけですけど、もうね、
もう暗くなってくる時間帯になってきてはいますが、大和災害でね発症するときはそんなに暗くはなかったので、大和災害で大和駅ですね、もうだんだんと暗くなってきたというあたりです。こちら特急券です。特急券はですね、ホームに設置されている特急券の、買えるところがありまして、そちらで買うことができますので、そこについてはね、近鉄特急便利な点かなと思います。またチケットレス乗車なんかもありまして、ちょっと便利かなと思う点であります。JR とかだと緑の窓口まで行ったり、車内で買ったりしないといけないので、ホームで買えるっていうのはとてもすごいかなと思います。言ってみればホームライナーね、こんな風に寝ちゃってるんですけど、で、森林の中を駆け抜けていきます。ここからなんていう山なんでしょうね、わかりませんが、この辺は東大寺とかがありまして、朱雀門とか聞いたことあるかわからないですけど、そういう地区になるそうです。で、高野原とかを通過しまして、山田川、木津川台、それから新高速の辺と通過していきます。下駒、近鉄宮津、宮巻、同志社前と、同志社前ではね、高度か、高度、それから新田辺、新田辺の次は、富野荘ですね、そこから寺田、津川、津川かな、で、大久保、近鉄大久保ですね、で、伊勢田っていうのかな、で、小倉、で、またね、こう飛ばしていきまして、向島、で、今度ですね、今度京都市かな、この中小島の方から、入りまして、で、まもなく桃山五稜前を通過すると、近鉄玉橋に至るというルートであります。この辺りもなかなかのどかな地形になっていますが、近鉄京都線といえど、実は近鉄京都線ではありながら、奈良と京都を結んでいまして、まだこの辺は、奈良の区間となりますので、あまりね、そんなに民家が立ち並んでいるとかいうところはありません。なかなかね、ここ快適でありまして、素晴らしいものだと思いますよ。近鉄京都線、利用する際に、急行に乗っても特急に乗ってもあまり変わらないということで、こちら内側になります。内側を過ぎると、この上の方に見えてるのが、市道188号線ですねになりまして、で、こちらに見えてるのが京阪宇治線、中小島の方から分裂してきまして、分岐してきまして、宇治の方に参ります列車です。こちらが、京阪宇治線、列車見れなかったのがちょっとね悲しかったですが、そうすると高架区間からずっと入りまして、桃山五稜前という駅に到着します。到着ではですね、通過します。桃山五稜前を通過しますと、この列車の目的地、京都の駅、一個手前の駅ですね、近鉄丹波橋に止まるわけです。京阪線の、丹波橋駅とも、乗り換え駅でありますから、こちらで、降りる方もいるわけです。近鉄特急に乗ってね、丹波橋まで来て、今度京阪で三条だっけ、三条とかの方に行く人はいるでしょうけど、丹波橋から逆に大阪方面に行くって人はいるんでしょうか、わからないですけど、もしかしたら京阪に乗るために来るかもしれませんね。こちら近鉄丹波橋駅、近鉄丹波橋駅は2面2線のホーム、向かい側のですね、向かい側というか反対側にあります丹波橋駅、京阪の丹波橋駅は実は2面4線、こちらの方が大きいわけです。で、まっすぐに、近鉄丹波橋編集の力で早く出発しまして、近鉄京都線最後の区間となります。もうすっかりね暗くなってきたかなと思うんですけど、こう走りまして、上の方には京阪本線と交差、立体交差がですね、今京阪本線の下をくぐりまして、で、今度ちょっと西寄りに、傾けて、ここまた出発していくわけであります。で、そこからですね、また桃山町のあたり、伏見のあたりを通りまして京都に至るわけですけども、
ここね、乗ってる時間的にはかなり長い感じますね。でも特急の座席がかなり快適なので、皆さんね、やっぱ京都とから、まあ、ロングシートでずっといるって大変なんですよ、ね。今ここに見えてるのが地下鉄の車両がありますが、こちらは、JR じゃないわ、京都市営地下鉄の竹田駅、そして近鉄の竹田駅です。でこちらからは、地下鉄の武田から、国際会館方面に向かう路線ですね。京都市営地下鉄烏丸線、こちらが分岐して、こちらは京都駅、僕もこの列車で京都駅を目指しますが、京都そして国際会館方面に行くわけです。もうそろそろね、もう放送が入ってきて、もう間もなく京都駅に到着するというところです。十条駅なんかを通過しまして、まもなく東ですね、東寺のあたりを通過します。イオンがあったりね、しまして、もうまもなく京都に到着します。でここまでね、動画的には、かなり、まあ、長いと言っても長いんですけども、京都のこのあたりは任天堂、皆さんご存知任天堂とかねいう会社がありまして、昔花札作ってた会社がね、こんなゲームとか作ってる会社になるとは、まあ、誰も予想しなかったと。いや、わからない。そうしてた人いるかもしれない。言うてたら、もう、京都に到着です。もう、あたりはすっかりね、夕焼けというか、もうなんか、雲が多くてわからないんですけど、まあ、暗くなってきて、車内の光が目立つようになってきます。で、ゆっくりと京都駅、到着いたします。JR 線、JR 東海の新幹線、それから地下鉄、烏丸線ですね、それから JR 京都線、神戸線方面、それから琵琶湖線、そして山科から、湖西線方面の列車、北陸方面の特急列車などもこちらでお乗り換えです。でここね、結構ね、距離があって、ちょっとね、ビビったんですけど。まあ、こんな感じで、折り返しの特急鳥羽行きになるそうです。エースと書かれておりまして、近鉄22000系とロゴが書かれています。特急鳥羽行き4路編成になっておりますね。ではですね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。またね、次回の動画楽しみにしていただけると嬉しいです。今回は近鉄特急に乗車してみたという動画でした。本日も皆さんお付き合いいただきありがとうございました。